さあ、こんばんは。ディアーブ役場キングタクです。ビッグ加藤ご存知でしょうか？加藤大輔さんという名前でございます。楽天とオリックス在籍、どちらもすごいピッチャーです。2003年東海の時代にルーキーイヤーでもう大量投手、まあ、ね、中継ぎとしてほとんど起用したそうでございまして、あまりパートしない成績ですね。打たれまくって。2005年ブンバイドラフトでオリックスで在籍。まあ、本格的に抑えを務めたそうでございます。楽天とオリックスの抑えといえば加藤大輔さんですね。はい。まあ、オリックス試合も抑えを務めまして、本当にすごいピッチング。まあ、ナックル、スライダー、チェンジアップなど、いろいろな変化球多彩で投げるピッチャーでございますね。はい。その後、楽天に移籍し、その前2008年に最多セーブ王をマークしたそうでございます。獲得したそうです。いやー、誇らしいですね。はい。楽天に移籍してからは、まあ、中継ぎとして起用したそうでございます、ほとんど。まあ、セットアッパーの役割として、まあ、敗戦投手など、いろいろこなしましたね。変化球満載のピッチャーと言っていいでしょう。はい。というわけで、以上です。バイバイ。